Windows セキュリティを使用してコンピュータ上のファイルやフォルダを自動または手動でスキャンし悪意のあるソフトウェアがないか確認してみましょう以前に別のウイルス対策ツールを使用していた場合は WindowsDefender ウイルス対策を有効にする必要がありますスタートを選択しウイルスと脅威の防止と入力して結果から選択します 設定の管理を選択します。windows 10の以前のバージョンでは、ウイルスと脅威の防止の設定を選択します。リアルタイム保護をオンに切り替えます。これを有効にすると、windows defender ウイルス対策はコンピュータを動的にスキャンして、マルウェアから保護します。コンピュータの即時スキャンを実行するには、ウイルスと脅威の防止画面に戻ります。スキャンのオプションを選択します。 以前のバージョンの Windows10 の場合は、新しい高度なスキャンを実行を選択します。利用可能なスキャンは4種類あります。クイックスキャンでは、マルウェアを探す場合が一般的なファイルやフォルダのみになりますが、最小限の時間で済みます。フルスキャンでは、コンピューター上のすべてのファイルと実行中のプログラムが対象になります。これは最も完全なスキャンですが、 完了までに1時間以上かかることもあります。カスタムスキャンでは、選択した場所のみがスキャンの対象になります。windows Defender オフラインスキャンはコンピュータを再起動し、windows が起動する前にマルウェアを検出します。これは windows 内で悪意のあるソフトウェアを完全に削除できない場合に役に立ちます。目的のスキャンタイプを選択して、今すぐスキャンを選択します。 必要に応じて画面のプロンプトに従ってコンピュータのスキャンを開始します。スキャン結果がすぐに表示されない場合に結果を確認するにはウイルスと脅威の防止画面に戻りスキャンのオプション脅威履歴の順に選択します。以前のバージョンの Windows の場合はウイルスと脅威の防止画面で脅威履歴を選択します。